三神鉄道の電車本校では三神鉄道が保有した電車について記述する。三神鉄道は天竜側の電源開発を目的に豊川鉄道、宝来寺鉄道と稲電気鉄道を結ぶ鉄道として建設されたもので開業当初から直流1 5 0 0トによる電化鉄道であった。建設は稲電気鉄道側の天竜橋と 宝来寺ら鉄道側の三河川河合の南北両側から進められ、北線は1932年10月の天竜峡・門島間、南線は1年遅れて1933年10月の三河川河合三河長岡間を川切りに順次、延伸され、1937年8月の大嵐、大和玉を最後に全通した。三神鉄道は、 1943年8月1日付で、接続する豊川鉄道、宝来寺、鉄道、稲電気鉄道と共に、戦時買収され、鉄道省飯田線となった。この時点で、鉄道省席を得たのは、電気機関車1両、電車9両、貨車69両である。これらは、貨車を除いて買収後も、私鉄時代の形式番号のまま使用され、 国鉄形式が与えられたのは、1953年6月1日に施行された車両形式称号規定改正の際である。電車は工述のように、かつて鉄道省に在籍したものばかりであったが、再国有化にあたって9番に服することはなかった。1943年の国有化時点で在籍した電車は、デニ201系1両及び、 で301系8両の2系式給料である。これらはいずれも鉄道省払い下げのもは1系、電動車を交代化、あるいは木造車体のまま両運転台化したものであった。デニ201型は、1936年及び1939年に製造された17メートル級両運転台式の3等、荷物、合わせ作り制御電動車で2両が在籍していたが、 デニ201は国有化前の1942年に事故により廃車されたため国有化されたのはデニ202のみである。デニ201は1936年日本車両製造東京支店で北斜海峡時に導入したデニを交代化したものであり、デニ202は1939年に木並車両製造で製造された三新鉄道唯一の新生電車であるが、 メーカー手持ちのもは地系の大枠と伝送品を使用したものである。製造メーカーは異なるものの両社の形態はほぼ同様で、側面窓は2段式で配置は DD4D6D2D、車内は6組のボックスシートを備え、荷物室に食い込む形で、便所も装備されていた。 最大長 16,800mm、最大幅 2,740mm、最大高 4,250mm で、時長35.00トン。想定員は76人、荷物質荷重は1トンである。デニ202は、国有化後も、飯田線にあって、天竜橋以南で使用されていたが、1951年10月12日に、三河川池場間で、 旧鶴見林港鉄道も、三313、旧稲電気鉄道サハフ三311と共に、事故により消失し、翌1952年に、ハ七7801の名義上の改造主車となった。で301型は、でに201型と、同じく鉄道省も、配置系道等の走行装置を持つ17メートル級、両運転台式の三等制御電動車で、8両が、 在籍した。この形式はの3グループに分かれる。形式の記号は、でであるが、現車表記は、で派であった。交代化グループ交代化されたグループは、長距離運転に備えて、いずれも、車内中央部にボックスシート6組と後暗い扉と、運転台の間に便所を有し、窓配置は、D2D12D2D であった。車体の基本寸法、次長は、 デニ200型と同様で、定員は100人である。1936年に交代化されたグループは、交代化当初は、デ100型と称していた。デハ101.10には、前年に、鉄道省で、車席マ省ショとなったも、2、3型を、103は1934年に、入選した、デッサンを種車としている。木並車両製造で交代化された2両は、 いずれも自社所有者を交代化したもので、旧番号は304が、で1、305がで1である。デハ304落成の際に、デハ101から103は、デハ301から303に改版されたものと推定される。これらは国有化後も飯田線で使用されたが、1951年から1952年にかけて更新修繕が施行され、後くらい。 運転台の撤去及び客室か、貫通扉とホロの新設並びに、電装解除が行われ、記号がクデ派となった。さらに小景電車との並結のため、連結器が密着式に変更され、塗装も窓周りをベージュ、腰板、幕板を円字路に変更されている。1953年の車両形式称号規定改正では、 区派5800型となったが、1959年2月に全車が廃車され、私鉄へ譲渡された。各社の番号の変遷は次の通りである。木製車グループ1938年8月に入線したグループは、後くらいに運転台を増設したのみで、鉄道省時代のモニター屋根木造車体のまま使用され、便所やボックスシートの装備はなく、3。 扉ロングシートのままであった。側面窓配置は D2D121D121D2、総定員は100人である。9番号は、模波線33.10351036で、いずれも1911年儀社製造東京支店製の9で833500系である。1943年の国有化後も、飯田線南部で使用されたが、 306が1945年2月17日に、三河牧原三河川合まで落石に乗り上げて、売れ側に、9位な電気鉄道車フ,フ100と共に転落、退破して、廃車となり、残る2両は1952年7月まで使用され、大井川鉄道に払い下げられている。各社の番号の変遷は次の通りである。 旧三新鉄道の電車は、自己廃車となった2両を除く7両が、私鉄に払い下げられている。その状況は、次の通りである。小港鉄道が、廃車後も保管する、キハ5800。起動車化に伴う改造を諸々に受けているが、車体や台車に多く、原型を残す蒸気のうち、大井川鉄道に払い下げられた3 0 7の車体は、 振り替え後も解体されないまま、先頭駅構内に放置されていたが、東海旅客鉄道に譲渡の上、同社の発足10周年記念事業として、名古屋工場で昭和初期の姿に復元された。その後は、稲松島運輸区に保管され、同区のイベント時に公開されていたが、2011年に開館したリニア、鉄道館に移設された。小港鉄道に譲渡された二両は、 床下にディーゼルエンジンを走加して、起動車に改造された。新型のキハ200系の増備に伴い予備車となったが、5800は車席を有したまま同鉄道の5位機関区に保管された。同車は1997年に除籍されたものの、5位機関区内に現存している。2019年3月29日、同車は小港鉄道キハ5800。 形式起動者不起動者台帳及び修繕表として市原市の指定文化財に指定された。ありがとうございます。